でそんなこんな背景があって2001年にこの、ような形の雑誌を作ることになります。でフューチャーソーシャルデザインといったときに、そのデザインっていう言葉もですね、その受け取り方が急にこの、雑誌を作ることを通して変わっていったんですね。でそれまでデザインっていうと、まあ、それは本当に綺麗な仕上げをするとかですね、ビジュアルエフェクトを作るとかですね、そういう意味でぐらいにしか思ってなかったんですけども、あ、それ全然違うんだということにですね、マイケル・ビントンを通して気づかされるんですね。お金、これもデザインするものなんだということをですね、彼から聞かされたときに本当のけどりまして、マネーデザインで、この考え方を中心に、この活動を軸に、雑誌を作っていこうというふうに決めたんですね。でその雑誌の実は関東で、マイケル・ビントンがまたマニフェストばっかり出てきますね、マニフェストを作ってるんですけど、さらさらっと英語で読んでください。で要は お金、本当に今だからお金っていうものが世の中に混乱を巻き起こしていると。でそのお金は、もう一つ現行のお金と違う地域通貨を作ることによって、それが補うことによって、まあ、世の中うまくいくぜという話をしているんです。で最後これかっこいいなと思ったよね。 Just a matter of design。 もうこれにしびれまくりまして、お金もこのデザインの問題なんだという理解で雑誌を作っていこうとしたわけです。でマイケル・リントンもいますが、お仲間もいて3人のチームが、まあ、僕の方としてはですね、ダッチをしたつもりでいるんですけど、日本に連れてきまして、一緒にプロジェクトやろうぜということで、しばらく神田で活動したわけです。まあ、僕はラッチしたつもりだったんだけど、おそらく彼らはジャックしたつもりでいると。雑誌自体は全て日英平均ですね。全ての原稿が、英語でも読めるようになってます。まあ、だから、リントンが書いた英語の原稿を日本語の訳をつけて、パブリッシュしてました。でそんなことで、この雑誌は全部で7冊出ました。よくまあこんな、やりたい放題の雑誌をですね、作らせてくれたなということで、会社にはもう今だっては感謝するしかないんですけど、でですね、これ雑誌のコンテンツなんですけど、全部プロジェクトしかないんですよ。雑誌の中でプロジェクトを立ち上げて、で本当にそのプロジェクトを動かせていくわけです。でそのプロジェクトがどういうふうに進行していくか、またどういう新たな出会いを通してどんな展開をしていくか、それだけをレポートする雑誌というのをですね、作っちゃったんですね。いわゆるだから周辺情報っていうか、今世の中でこんなことが起きてるよっていうようなですね、雑誌らしいトピックっていうのは何もない、不思議な雑誌を作ったわけです。だから雑誌プロジェクトベースとマガジンという言い方をしたんですけども、まあ、今皆さんがやってらっしゃるソーシャルデザインを、この雑誌をですね、舞台に展開しようとしてたわけです。これが全体のもうマニフェスト、これ最後ですけど、マニフェストとして掲げられたもので、やっぱりデザインに対する思い出っていうのも当時から書いていてですね、やっぱり未来に人々を導いていく力がデザインだよとですね、収まっていたわけです。東京チェンジメーカーズっていうのをですね、立ち上げたんです。これはだから東京あるいは日本にいるチェンジメーカーたちを、まあ、ネットワークしてサポートしていこうっていう取り組みですね、ベンチャーキャピタルとちょっと一緒に始めたんですね。でこれまではもう自分は、まあ、クリエイティブの領域にいたので、何かやりたいことがあったらスポンサーを見つけてきて、それでお金を引っ張り出して、プロジェクトやっていくということをやってきたわけですけども、だからそもそもきちんとビジネスプランを作って出資なんか受けながら会社を大きくしていきつつ活動するっていう発想は全くなくてですね、むしろそういうことは遠ざけていたんだけども、でもなんか遠ざけるばっかりじゃダメじゃないかとふと思い出した時に、そうそう、このミッドタウンで出会ったんです、そのベンチャーキャピタルの社長さんと。でこんなことやりませんかっていう話があるよというふうにまとまって、東京チェンジメーカーっていうのを立ち上げました。まあ、将来的にはTCM っていう名前の、上場市場を作りたいというふうに思っていて、まあ、社会起業家をのための上場市場の設立ということまでを視野に入れて動き出した取り組みです。まあ、フューチャーはもはやいらないという言い方もしましたけども、だけど概念としてはフューチャーは大事で、まあ、今もう一度フューチャーソーシャルデザインということを考えるとすると、どういう切り口から、どういうレポートができるかということでちょっとちゃんとやってみたいと思って、これもこのサイトの中で立ち上げました。